AI 赤ひげ先生に聞いてみました。最新の人工知能に健康美容を聞く番組、市川團十郎さんファミリーやジャニーズさんも健康管理に取り組まれてますね。美しく元気で気力あふれた楽しい生活を共有します。第1回目はシミや小じわを予防するための生活習慣と食生活。皆さんこんにちは。今回はシミや小じわを予防するための生活習慣と食生活についてお話しします。肌の老化は年齢とともに避けられないものですが、適切な生活習慣と食生活を維持することで肌の健康を維持することができます。では早速見ていきましょう。パート1、生活習慣の改善。まずは生活習慣の改善から始めましょう。シミや小じわを予防するために以下のような生活習慣の改善が必要です。1、日焼けを避ける。紫外線は肌の老化を早める原因の一つです。外出時には帽子や長袖の衣服、日焼け止めを使用して肌を保護するようにしましょう。2、健康的な生活習慣を維持する。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠は肌の健康維持に重要です。特にビタミン C や E などの抗酸化物質を含む食品を摂取することが肌の健康に良い影響を与えます。3、スキンケアを適切に行う。適切なスキンケアルーチンを維持することがシミや小じわを予防するために重要です。洗顔、保湿、日焼け止めの使用などが含まれます。また肌に負担をかけないように刺激の少ない製品を選ぶことが大切です。4、ストレスを軽減する。ストレスは肌の老化を促進する原因の一つです。ストレスを軽減する方法を見つけることが肌の健康維持に役立ちます。例えばヨガや瞑想などのリラックス法を試してみることができます。パート2、食生活の改善。次に食生活の改善についてお話ししましょう。健康的な食生活を維持することは肌の健康維持に重要です。以下は肌の健康に良い影響を与える食品の例です。1、ビタミン C を多く含む食品。ビタミン C は肌の健康維持に重要な栄養素の一つです。例えばオレンジ、レモン、グレープフルーツ、パパイヤ、キウイフルーツなど多くの果物や野菜に含まれています。ビタミン C は抗酸化物質としても働くため肌の老化も防止するのに役立ちます。2、ビタミン E を多く含む食品。ビタミン E は抗酸化物質として働き肌の老化を防止するのに役立ちます。アーモンド、ピーナッツ、ヘーゲルナッツ、アボガド、スイートポテトなどに含まれます。3、オメガ3脂肪酸を多く含む食品。オメガ3脂肪酸は肌の健康に良い影響を与えます。サーモン、マグロ、イワシ、ナッツ、種子などに含まれています。4、水分を多く含む食品。水分を多く含む食品は肌の水分量を保ち健康な肌を維持するのに役立ちます。例えばキウイ、トマト、メロン、スイカなどの果物や野菜が含まれます。まとめ、以上がシミや小じわを予防するための生活習慣と食生活についての説明でした。肌の健康を維持するために日焼けを避けたり健康的な生活習慣を維持したり
ビタミン C や E、オメガ3、脂肪酸を多く含む食品を摂取することが重要です。皆さんも健康な肌を維持するためにこれらのアドバイスを実践してみてください。ご清聴ありがとうございました。